皆さん、こんにちは。ナビゲーターのシルバーです。皆さんは、シリウスの9次元コレクティブを知っていますか？今回は、このメッセージが後半にありますので、よろしかったら見てくださいね。あなた方も、アクトゥリアン評議会のチャネリングが可能。9次元アクトゥリアン評議会。ご挨拶申し上げます。私たちはアクトゥリアン評議会です。私たちは皆様とつながれることを嬉しく思います。私たちは自分たちのエネルギーと知恵の多くのチャンネル、経路を探している理由から地球上にて肉体を持つ人間の姿形のあなた方と非常に強固な関係を確立することを私たちは目指しています。ここで私たちはダニエルさんだけを経由してくるつもりはありませんでした。そしてこのようなチャネリングされた送信は私たちにとっても皆さんにとっても多くの目的に役立ってきました。チャネラーを介して送られてくるエネルギーは常により大勢の個々人をアチューンメント調整するように設計されているため、彼ら個々人もまた私たちのエネルギーを受け取り、受け取ったものを周囲に伝えていけるようになります。皆さんは今もっと多くの作業をするよう求められています。そして私たちは地球上においてアルクトゥルス的視点が必要であることを知っています。なぜならそれはこの時期そこに暮らしている大勢の人間の視点とは非常に異なるからです。地球上では多くの目覚めが起こり、今も目覚めが起こり続けていますが、さらなる多くの目覚めが必要です。私たちとアルクトゥルスのエネルギーのために、もっと多くの皆さんが同感として行動する必要があります。なぜなら、地球上の生命の多くは、エゴ、貪欲、利己心が優位に働いており、あまりにも多くの人々が霊的な存在であるという自分の真の姿を思い出す機会を拒否しすぎてきたからです。皆さんは多くの天然資源を有する美しい惑星に暮らしており、そして霊的精神性なる領域から、つまり自らの心の内にある無限で永遠なものからたくさんの気を散らすものを想像してきました。もちろんこのようなことはすべて計画の一部でした。あなた方はまず社会としてそのような道、自分軸から外れてみるとはどういうことかという体験を歩む必要があり、その後皆さんは真の姿に戻ることが起き、そしてそうなった時より甘美な道となるでしょう。そしてそれが今まさに皆さんの置かれている状態です。ただこのような光のエネルギーをグラウンディング下ろして定着のためのアンカーするもの、係留固定やポインターの役割をするもの、意図して主要箇所に流すがもっと必要だと感じています。ダニエルさんを介してこのようなメッセージを受け取ったあなた方はある程度そうした作業を行っていますが、世界はあなた方を必要としている理由から私たちは
できるだけ大勢の皆さんを募集しようと思っています。そして、目を覚ます必要のある仲間の人間たちは、アルクトゥルス人のルーツを思い出すとき、瞑想や静かな内省に多くの時間を費やした美しいアルクトゥルス人としての生涯を思い出すとき、目を覚ますことでしょう。今は多くの人々の中で多くのことが目覚める時であり、あなた方はその目覚めの流れの一部になりたい、助けたい、ヒーリングしたいと思っていることをあなた方全員が知っています。そしてこれは皆さんの行動をとることの呼びかけなのです。皆さんは以前、過去世にもこのような体験をしたことがあるのです。そうでなければ、このようなメッセージをこうして受け取ることはなかったでしょう。そして、もっと多くの人々が私たちを受け入れてくれることで、彼らの人生でアルクトゥルスから得られるあらゆる方法をもう少し増やすことで、恩恵を受けられるよう、私たちは皆さん一人一人とつながることに非常に興味を抱いています。私たちはアクトゥリアン評議会です。私たちは皆様とつながれたことを楽しんでいます。いかがだったでしょうか？では、メッセージに出てきたお話をしますね。行動をとることの呼びかけ。この部分の意味するところは、クラリオンコールのことです。地球を支援するために、ここに来た皆さんは、同じように、その時、全宇宙に響いた、クラリオンコールを聞いて、集まりました。それを聞いていなければ、こうしたメッセージに触れることもなかった、ということです。それから、以前のメッセージに、シリウスの九次元コレクティブのお話がありましたので、ご紹介しますね。現在、シリウスが地球の行く末を見守り隊のような感じで、新しく担当を引き受けてくださっています。このように記すと語弊が出てくるので記しますが、決して支配ではなく、ただ温かい眼差しで自由意志をもとに見届けるようなニュアンスです。宇宙存在全般に言えますが、人類の寿命が地球時間で物理的に100年前後というのが彼らには一瞬であり、そこから感覚や感性が全く違うので、冗談に聞こえるかもしれませんが、この前の件で、と言われると、地球時間で3万年前の話、とかになるようです。それでは、地上は世代交代し、転生してしまっていて、話どころか、忘れ去って久しいのが現状です。そのあたりの、物理次元の認識調整が難しく、また送り出したスターシードたちも、思春期を迎えると母性での周波数とは程遠くなり、探すだけでも一苦労を伴うようで、海外のチャネリングを見ていてもそのような指摘が散見されます。アクセスできる方々は積極的に〇〇の支援求むと意図を正確にしてアピールしていかれますようお願いいたします。いかがだったでしょうか？今回のメッセージが気に入っていただけたらコメントで教えてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。あなたの日々が幸せでありますように。幸せの法則でした。